番組はこのインターネット時代にあえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークあり、ライブありの盛りだくさんの30分番組です。はい、今回 MC を務めるのはラックアイドル部アイドル部編集長おいアイドル部編集長ってなん、まあアイドル編集長なんですけどごめんなさい、かわいいね。はい、ゆすことひかしめくです。よろしくお願いします。はい、はい、イベント担当、いつまでたってもハニカミン、熱いハートあなたに分かってほしいな、横見こと横田愛美です。分かってるよ。分かってないです。はい、皆さんこんにちは、ラックアイドル部反則担当、専攻は生命科学、一人が大好き。大丈夫大丈夫そう。それでも一途な私と化学反応しませんか。高橋奈央です、よろしくお願いします。すごいよ、こんな勢いある相手が初めて見た。すいませんでした。はい、ラックアイドル部編集担当、下積み10年編集アイドルで駆け上がります、アイドルの輝き伝えるメッセンジャー、荒木亜美です、よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、そんな私たちラックユアイドル部は、ラックユアイドルパスという業界初のクーポン紙で活躍する、そんなペーパーアイドルです。そしてこの番組は浜松町の文化放送1階のサテライトスタジオから毎週公開収録でお送りしております。はい、はい、ということでですね、あの前回の収録日的には私たちこの後ティフに行きますなんて、そんな話もしましたよね。はい、ってことでもうつい先日東京アイドルフェスティバル取材に行ってまいりましたね。はい、皆さん初めてかな、初めてですね。お、はい、初、どうでした、はい、ティフは。すごい暑いです。違う、あのアイドルさんが暑いってほの暑いです。優等生の答えをね言ってきましたけど、いやでも基本的にも本当に暑かったから、本当に皆さん水分補給しながら、やっぱ真夏の祭典って感じでしたね、本当にね。ということで、まあ、みんなもね取材本当に一生懸命頑張って、あの、はい、SNS とかにもラックアイドル部って毎回こう、うん、誰々さんと撮りましたとか、うん、こんなステージが熱かった楽しかったってことも載せたりたりするので、うん、皆さんぜひ SNS も注目しててほしいなって思います。お願いします。はい、そんな、まあ、ラックユ会なんですけれども、はい、まあ、今回から、うん、このペーパーアイドルのラックユ会が、リニューアルします。おそうなんですよ。はい、なのでこの後すぐにゲストさんが登場する流れとなってまいります。ということで、はい、今回は私と横見が、そのゲストさんをお迎えしてトークをね、はい、お伝えしてまいりますので、ラナリンとラッキーは、はいはい、これからスタジオを出て、このラックユアイドルパス、こちらですね、こちらを皆さんに、お届けするっていうね、はい、もう販売して、はい、いっぱい PR してくるということなので、2人とは、オープニングでお別れとなります。はい、仲悪いコンビが行ってきますから。温度差がすごいよ ね、 ね、2人は安心してください、本当にね、なのでこのコンビでじゃあいっぱいね、うん、パスをちょっと PR して、うん、はい、行きたいなと思います。はい、台風に放り込むんでこの子、任せてください、真面目に行ってきます。はい、勢いよく行きましょう。はい、はいはい、ということで、それでは今夜もペーパーアイドル発行します。この番組はサンスポ PS リポート、ラックユアイドルパスの提供でお送りします。では編集アイドルである私たちラックユアイドル部が番組にゲストに来てほしい、アイドルを自ら選出、ブッキング、交渉を行う体当たり企画となっております。はい、それでは今回交渉してきたゲストの方に早速登場してもらいましょう。ワンダーミードさんです、どうぞ。かわいい、えへへって言われた。かわいかった、ありがとうございます。
ぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、それでは早速お一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、リーダーパープル担当滝沢明奈です。よろしくお願いします。はい、レッド担当桜千尋です。よろしくお願いします。はい、ブルー担当白川ゆめかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日お越しいただきましたワンダーウィードさんはバンドサウンドにこだわった J ロック、J ポップ中心のかっこかわいいガールズユニットです。今日はメンバーの中から3名に来ていただきました。ありがとうございます。はい、ワンダーウィードさんはあの取材でもいつもお世話になってるので、はい、でもペーパーアイドルは初めてですよね。ゲストとして来てくださるのは、はい、なので今日はいろんなお話を根掘り葉掘り聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、ワンダーウィードさんは今年の6月にメジャーファーストシングルパラレルワールドをリリースされたというところなんですけれども、はい、メジャーシングルの発表が決まった時ってどんな心境でしたか？でもやっぱりすごい嬉しかったです。ですよね、はい、率直に。そうですね、素直に嬉しかったし、やっと来たなって思いました。あ、やっぱりそこに向けて、はい、もう一生懸命駆け抜けてきた感はあったと思うので、はいはい、そうですよね。で、表題曲のパラレルワールドってどんな楽曲になってますか？はい、パラレルワールドのなんか社会の一人の女の子が強い意志を持って、はいはい、なんか社会のしがらみ、なんか現実っていうか現実だそう、そういうのからと、そういうのと戦って、そう、自分の意思で生きていこうみたい なんか強いメッセージ性のある歌詞なんですよ。めちゃめちゃ励まされますね。そうですね、なんかね、社会のしがらみ、本当にめちゃめちゃ感じるねそうですね、じゃあ結構そのまあ恋愛とかじゃなくても自分自身の等身大の曲というか、そんな感じですかね。はい、ライブではお客さんどんな感じで盛り上がってるんですか？ライブやっぱコールとか、あとはあの振りが結構簡単、サビの振りが簡単なので一緒にやって盛り上がってもらいます。いいいいですね。ファンの方も一緒にやってるねやってると思うんですけれども、じゃあライブパートもね、要注目ってことですね。はい、はい、そんなワンダーウィードさんなんですけれども、現在3周年の記念ワンマンツアー夏の風が開催中というところで、はい、もうすごいです。もう日程もね、もう終わっちゃったけど7月28日は新宿ブレイズで、はい、行ったりですとか、8月12日が名古屋、ライブホールミッド、あ、はい、ミッド、おー、ね、素敵な会場。8月26日には、柏3部アップで、9月1日大阪江坂のミューズ、そして9月24日が札幌クレイジーモンキー、10月が福岡、11月東京ツアーファイナルということで、すごいですね。これもう夏から冬にかけてめちゃめちゃいっぱい全国回りますね。はい、今のところはその新宿ブレイズが終わったというところでですよね。そうですね。どうでしたか、この初日っていう、ね、初日どうでした？楽しかった雨だったんですよね。そうそうそう、そう、台風がちょうど来てたんですけど、あ、台風、今日も台風呼び込みますね勢い満点ですね、すごい。じゃあもう今後はその日本全国すごいですね、いろんな場所回っていくと思うんですけど、初めて行く場所とかってありますか？初土地的に札幌は行ったことないです。あ、本当ですか？あ、そうか、メンバーさんごとにもあれですかね。どうですか、楽しみですか？楽しみね、なんかお魚、あ、魚魚食べ物、食べ物やっぱ巡るんだったらいろいろ食べながら思い出作りながら行きたいですもんねめっちゃ笑ってねえ、すごいですね。じゃあ食べたいものは、じゃあゆめかちゃんはもうまさに海鮮が食べたい、他何か食べたいとか行きたいとかありますか？なんだろう、行きたい、でもいつも結構ね、なんか遠征するたびに美味しいものは食べに行きたい、絶対食べる、遠征の醍醐味なんでなるほどなるほど。でもやっぱ札幌とかなかなか行く機会ないんで、そうですよね、やっぱ海鮮丼食べたいです。食べたいですねじゃあ SNS でアップしてください。食べましたよみたいな、食べログみたいな感じではい、じゃあぜひ皆さんもツアーはね、いろんな場所で開催してるので絶対に遊びに行ってください。
はい、そのワンダーウィードさん、ラックアイドルパス、こちらボリューム8なんですけれども、ワンダーウィードさんの、クーポンページ、そしてあのさらにあの先ほどのツアーの、ね、告知とかも載ってたりする、ページ見開きで今回お届けしております。はい、で、なんとクーポン2ショット写メ券を、掲載しておりますので、やっぱりこれはライブとかツアーとかに行ってワンダーウィードさんと2ショット撮ってたくさん思い出メモリーでも残してもらえたらなっていうふうに思います。はい、ということで、ここまではいろいろお話をしてきたんですけれども、はい、この後は早速、コーナーの方にも参りたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみでお願いします。こんな企画をお届けします。ラックユーのアイドル絆調査。これ初めてですね、このコーナー初ですよ。はい、まあ、こちらのコーナーなんですけれども、ゲストのアイドルさんに、これから〇〇といえばっていうお題を一つずつ出していきます。で、皆さんにはフリップに、答えを書いてもらって、まあ、一斉に上げてもらうんですけども、そちらで答えが皆さんでちゃんと合わせることができるかどうか、それで絆のね強さを測っていきたいっていう、そんなコーナーとなっていきます。はい、ということで、まあ、もちろんメンバーの皆さんのチームワークというかね、やっぱ気持ちが揃ってるのかなっていうところはファンの方も絶対に気になるんですよ。ね、気になりますね。ね、うちらも気になるもん ね、 ね、 ね、どんなもんかってね、誰目線みたいな感じなんですけど、まあ、こちらね、まあ、せっかく皆さんのこの気持ちが、合わさったら、やっぱり何かこうご褒美って欲しくないですか？欲しいです。欲しいですよね。わかりました。用意しますということで、3人の回答が、1問で揃ったら、はい、1問揃うごとに1ポイント皆さんに与えます、はい、で2ポイント揃うごとになんと商品券をプレゼントしちゃいます。そうなんですよ。だから、まあ、2ポイントごとにその商品券も、ね、プラスされていきますので、まあ、2ポイント、そして次4ポイントとか6ポイントとかをこう目指して頑張っていただけたらなと思います。まあ、ちょっとこのね、お題は時間の許す限りなので、はい、まあ、どんどんいきたいなと思うんですけれども、はいはい、果たしてね、ワンウィーさん ね答えどのぐらい揃うのかすごい気になる ね多分入った加入された時期とかもねちょっとバラバラだと思うので ね、ここはちょっと気持ちを合わせて一致団結してほしいなと思います。はい、ということで、では早速準備が整ったので、はい、じゃあ横見から、はい、お題出してもらえますか。はい、それでは早速いきたいと思います。最初のお題はこちらです。ワンダーウィードの魅力といえば。おー、難しいね、いろんな魅力があるから、ね、魅力といえばその中でも自分の中で一番ここ押していきたいとか、うんうん、一番感じてる部分が、ね、聞けたらいいかなと思います。すごい笑めっちゃ、どうしてこんなに笑ってるんですか、ゆめかちゃん。めっちゃ笑って私かけました。もう早いですね。ほら、もう先輩かけましたよ。私も笑ってるじゃん。めっちゃ分かんない。かけました。はい、OK です。はい、それでは一斉にオープンしてもらいましょう。どうぞ。せーの、じゃじゃん。何、あ、ライブ曲、ね、ライブが絶対楽しめる。あー、その通り。お二人は合ってたんですけど、ね、惜しいですね。惜しい。ダメですか。あ、ダメ。私まで悲しくなった。そっか、じゃあこれはちょっと合わなかったということで。でもやっぱりもう強みで言ったらライブ、ね、ライブですか、ね、もうみんなでね、はい、振りとかもしながら、はい、曲とか も、ね、そう、曲が盛り上がれる、うん、ライブで盛り上がりやすい曲っていう意味、はい、そういう風に持ってくる。相通じるものはありますもんね。確かに。
え、中でもちょっとこの曲おすすめとか好きだなとかありますか、聴いてほしいとか。一番盛り上がるの何ですかね。なんみんなが一緒に盛り上がれるのはやっぱりバンジキュースパーティー、うんうん、あー、はい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 、CD 持ってます。しっかり持ってるみたいな曲なんで。そうですね、はい、はい、ゆめかちゃんももうライブが絶対楽しいと自信を持って言える、はい、めっちゃ笑ってるけど。でも楽しいですね、楽しすぎて笑っちゃうんですよね。はい、ということでちょっと惜しかったですね。惜しい、はい、じゃあちょっと消していただいて、はい、じゃあ、はい、じゃあ続いて2つ目いっちゃいますか、ね、はい、はい、じゃあ次はメンバーの中で一番食いしん坊なのは誰。誰、みんなじゃない、え、みんな、まさかの、種類が違う、食いしん坊気になる、すごい気になる。やっぱ一番胃袋大きい人でいいんじゃないですか、ね、その場合 ね、 そうね、一番食べるとか、もう無限に食べてる人がいるのかな、どのご飯、どのご飯、どのご飯で、どのご飯、それによるんだ、ご飯の種類によってみんな違う、そうね、逆に気になる、ご飯ですか、なんか白ご飯で、そんなこと、白ご飯、白ご飯、白ご飯もう一人しかいないよ。白ご飯かな、でも白ご飯、やっぱ日本人の主食なんで、うん、そこは一番 ね、 ね、これ食べたら一番食いしん坊でってことですよ ね、 ね、本当に。でもこんなみんな細いのにすごいです ね、 ね、みんな食いしん坊っていうのは。お、なんかみんな多分意見が揃った気がします。では一斉にオープンしてください。どうぞ。じゃじゃん。ゆめかちゃん、絶対ゆめかちゃん、ゆめかちゃんがそんなに白米を食べるんですか。白米がないと何も食べれないです、うんうん、お肉とかも白米ないと食べれないんですよ、うんうん、焼肉行っても絶対もうセットでみたいな形で、で食べる量も結構多いですか。でもゆめかちゃん食べる量はそんな多くないよね、うんうん、でも白米主義みたいな、白米だったらゆめかちゃん、すごいな、すごいな、ここまで意見が揃うってことはね、もう相当なので ね、 ね、うん、はい、こちらで第2問目、はい、1ポイントね、ゲットです、皆さんおめでとうございます。なのでね、もう1個ね揃ったら商品券のゲットになりますので、はい、じゃあね、どんどんいっちゃいますか、いっちゃいましょう。はい、では3つ目、はい、この3人の中で一番あざといのは誰ですか。もうわかります。これも簡単です。あざといのね、この3人の中でですから ね、 あざといってどういう意味の、うん、どういう感じのやつですか。ツイッターとか見てればわかる。お、ツイッター、ちょっと見たくなりますね。難しい。あ、この3人じゃなくてワンダーウィードの中でも多分そうだと思います。本当に、じゃあもしよっぽどじゃないですか、はい、でも秋名さんが言うならってやつでいいですか。おー、秋名さんが言ってそうなやつ、はい、じゃあ書けましたね、はいはい、では一斉にオープン、どうぞ、はい、じゃじゃん、ちひろ、ちひろさん、なんでこれはやっぱみんな一致なんですね。え、リーダー的にそのあたりが、やっぱ写メの撮り方とツイートの文字の書き方がやっぱあざといな。え、ちょっと待って、どうやったらそれ分かるんだろう、伝わるんだろう。あ、でも多分見たら分かります。え、見てみてくださいよ。見てみます。でも自覚あります。自覚は別にないです。ない、別に、うん、素のあざといんですよ。それ一番高度な技じゃない。すごい天然あざといなの。結構ファンの方に向けて可愛いこととか言ったりするんですか。なんかこうブリッコみたいな。可愛いことは言わないですよ。言わないですか。なんかあのすごい、あの私のとこ来てるのになんか違う女の子とか言っちゃうと、うんうんうん、あの言っちゃいます私。え、あ、じゃあぜひそれを前で向かってちょっと再現して言ってもらっていいですか。え、他の子に言っちゃったって。でも可愛くないんですよ別に。可愛い言い方じゃないんですよ。でも自分が聞いたのに。じゃああざとい、ね、セリフまで3、2、1、どうぞ。え、さっきどこ行ってたの。なんでそんなそっち行くのっていう。
あ、なるほど。そのもうちょっと怒りながらも、うん、やっぱり可愛さで引き止めるみたいな。素で思って言っちゃう。素で思って、でもやっぱそれがめちゃめちゃこう可愛かったり、ね、天然のあざとさにつながってるんで、うん、相当ですよ、うん、すごいですよ。学ぶこと多いね。すごいわ。素で、はい、でもそのあざとさのおかげで、うん、なんと2ポイント目ゲットです。まずね、一つゲットです。はい、はい、ということで、あの続いてがラスト。え、これ当たっても2ポイントいっちゃいます？当たったら最終ボーナス。だってさ、だってそうじゃないですか、最終だから。最終だから、はい、最終問題いっちゃいたいと思います。はい、はい、ワンダーウィンドさんのメンバーで出かけるならどこに行きますか？行きたい場所。これは出かける場所。え、みんなで食べ物屋さんとかでもいいんですか？そうですね、もう、うん、日本日本じゃなくてもいいんだ。行きたい場所、どこどこにみんなで出かけるなら、うん、どこに行きたいですか？じゃあ休日ってことですか？じゃあ遊びに行きたいならかな、うんうんうん、休みの日に、という問題です。だってこれ最終これ当たったら2ポイント差し上げて倍になりますから、ね、やっぱちょっとね、ね、一筋縄じゃいかない問題ですよ。ここは休日に遊びに行きたい場所。一日休みとかですか？もう、うん、そうですね。何でもいいですよ、一日休みで。じゃ楽しめる場所にしよう。みんなが楽しめる場所。楽しめる場所、うんうんうん、一つしかないと思う。あ、いいんじゃないですか、うん、この感じ、うん、はい、じゃあね、ちょっと倍のポイントかけて出揃いましたね、答え、はい、それでは一斉にお願いします。どうぞ。じゃじゃーん。すごい、すごい、みんなすごい、すごい、しかもなんか食べ方も一緒、雰囲気も一緒。確かに、すごい。じゃあもうこれもう文句なしですね、文句なしでね。はい、4ポイントです。え、すごい。いや、なんか確かにね、目で語ってたけど、こんなに綺麗に揃うと思わなかったんで、びっくりしました。はい、ということでね、ワンダーウィードさん4ポイントゲットです。おめでとうございます。イエーイ。なので、はい、皆さんにはプレゼントしちゃいます。はい、じゃあぜひ商品券で、ありがとうございます、はい、こちらの商品券で、皆さんまたね、どこか一緒に遊びに行ったりとかね、はい、はい、してくれたらなって、さらに絆を深めてくれたらいいなっていうふうに思います。はい、ということで、ラックユーのアイドル絆調査でした。それではここでワンダーウィドさんのライブの模様をご覧いただきたいと思います。では曲紹介をお願いします。はい、それでは皆さんご覧ください。ワンダーウィドでパラレルワールド。怒られるし、少しでもはみ出したらいけないの。なのに個性がないとか物足らないと言われるし、どうやって生きるのが正解なの。海のように大きな空を美しく飛べないかな、自由の女神様。ラックユーアイドルパス最新号の表紙はスーパーガールズ。現在は関東プラス東日本版が絶賛発売中。掲載アイドル使えるクーポンは合わせて全100組以上。アイドル衣装アワードも開催。お気に入りのアイドル衣装に投票、4号の裏表紙を決めるのはあなたです。アイドルパス主催イベントにも大注目。この雑誌を作っているのはラックユーアイドル部。詳しくはラックユーで検索。
この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ早いものでラックアイドルのペーパーアイドル、そろそろお別れのお時間です。はい、バンダービードの皆さんからお知らせはありますか？はい、はい、3周年記念ワンマンツアー夏の風が今開催してるんですけど、8月の26日に柏サウンズアップさんで、9月の1日が大阪江坂ミューズさんで、9月の24日が札幌クレイジーモンキーさんです。はい、そして10月には福岡で、11月には東京でツアーのファイナルがあります。まだ詳細は出てないんですけど、公式のツイッターやメンバーのツイッターチェックして、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、続いてラックユーからのお知らせです。はい、ラックユーアイドルパスボリューム8を東日本版西日本版ともに発売中です。表紙はスーパーガールズさんです。はい、そしてワンダービードさんも掲載されておりますので、はい、皆さん絶対にゲットしてほしいなって思います。はい、そして8月の20日にラックユーアイドルパスの主催公演が渋谷クラブエイジアで開催されます。はい、はい、たくさん素敵なアイドルさんをゲストにお迎えして、ラックユーの先取りアイドル塾という番組の収録ライブとなっております。はい、はい、前回のペーパーアイドルラックユー会のゲストに来てくださった純情のアフィリアさんはじめ、素敵なアイドルさんとともに楽しい収録、そしてライブパートをお届けしますので、絶対に遊びに来てください。はい、そして9月2日はラックユーアイドルフェス in 大阪ということで、ラックユーの初大阪主催が、そうです、はい、すごい2日にございますので、はい、こちら、大阪アメリカ村ビヨンドさんにてございますので、ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います。うん、そして続いて9月3日も、ラックユーの先取りアイドル塾ですね。うん、こちらは渋谷のクラブエイジャーの方で公開収録がございますので、こちらもぜひ遊びに来てください。はい、この番組は毎週公開収録でお届けしております。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のステライトプラス広場にて行っております。次回の公開収録は8月22日です。出演はラックユーアイドル部、そしてゲストさんをお迎えしてお届けしますので、お楽しみに。収録後にはライブもありますので、皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。はい、そして番組では皆さんからのメールを大募集しております。番組へのご意見、ご感想、SIR、ラックユアイドル部やゲストさんへの質問など何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字で paper@joqr.net です。そして来週の放送は SIR のチームエンペラーとチームデビルがお送りします。またこの番組は、YouTube でアーカイブを公開しております。詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご確認ください。はい、ということで本日のお相手は福島由香と横田あゆみと、そして今夜のゲストワンダーウィードの滝沢明菜と桜千尋と白川ゆめかでした。